はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、ザ・プレミアム・モルツの、秋香るエール、限定醸造、芳醇でフルーティー、天然水醸造の生ビール。今しか飲めない芳醇でフルーティーなエールビールです。原材料が麦芽とホップ。アルコール度数が 6% と高めですね。久々だな。プレミアムモルツ飲むのも久々だな。プレミアムモルツは普通にまずくはないんだけど、高いからな。無駄に高いから。乾杯。うん。ほんのり、柑橘系。うん。まあ、コクもそこそこあるし、まあ、美味しいですね、普通にね。プレモルト。プレミアムモルツ。あったあった。こちらは8月の28日から数量限定発売。カウルエールのフルーティーな フルーティーな味わいに秋らしさを、調和させた芳醇でフルーティーな味わいが特徴です。ああ、あれなのか。以前からあった、普通の香るエールと、それに秋がついて、秋香るエールになってるのか。なるほどね。うん、まあ、ほんのり苦い。ほんのり苦いですね。まあでも、うん。そこまでまあ別に、これ自体値段が結構高いからな。プレミアムモルツ自体が結構値段、ね、250円ぐらいしたりするでしょ。だって普通の朝日スーパードライがさ、普通に100、180円とかさ、で売って、売っている状況で220円とか多分するんだよね。220円ぐらいするんだよね。まあだからなんかエビスみたいな、今までそのエビスビールのその高い、そのランク1個高いその生ビールのそのランクなんだよね。これがね。値段的に考えると。まあでも今はもう、エビスがまずくなったんで、もうエビス買うことなくなりましたからね。まあ、だから、まあ普通に、スーパードライとか、しかほとんど、飲まなくなったんですけど、本当はエビスがね、うまければ、飲むんですけど、まあ、あの味になってしまってるんで、さすがにね。まあ、だから、あと、キリンのラガービールとかさ。まあ、キリンのラガービールだとか、まあ、あるけど、まあやっぱでも夏、ビールって言ったら大体夏なんですよ。で、夏ってなると大体苦いのが好きなんで、
夏ってなるとやっぱ苦いってなると大体キリンのラガービールあたりが個人的には好きなんですけどね。まあ大体冬はあんまビール飲まないからな。まあ大体冬は日本酒とかだよね。まあそういう感じでしょうね。これから冬になっていくので。うん。まあこれぐらいだとやっぱ普通ぐらいでしょう。この値段で考えりゃまあ普通ぐらい。3233です。ご視聴ありがとうございました。